はい、こんにちは、116ウィンズです。さて、今回は久々にレイズの筒香嘉智選手についていろいろ話していこうかなと思いますが、今季がレイズとの2年契約最後の年となる筒香選手、 MLB1 年目の昨年はコロナの影響で開幕が延期になったりと、ただでさえ新しい土地でプレーする最初の年であるにもかかわらず異例の1年となってしまい不運な部分もありましたが、成績面では51試合でホームランこそ8本放ちましたが、打率1割9分7厘 OPS も7割8厘と、少なくともレイズが期待していたようなバッティングをあまり見せることができないままシーズンを終えてしまいました。開幕当初はレフトのレギュラーとして出場機会も与えられていましたが、筒香選手と同じくレフトを守り、ポストシーズンでの大活躍により一躍チームの中心選手へと成長したランディ・アロザレーナの台頭もあって、レイズは昨年ワールドシリーズまで駒を進めましたが、ポストシーズンでの筒香選手は残念ながらベンチを温める機会が多いような状況でした。今季は当然そのアロザレーナがレフトのレギュラーで、筒香選手は DH など他のポジションでなんとか出場機会をまずは自力で掴み取るところからのスタートとなりましたが、スプリングトレーニング中にファーストのレギュラーであるチェジマンが膝を痛めまして、開幕直前に手術を受けることとなったため、ファーストのポジションに空きが生じ、これで筒香選手にとってはまたとないアピールのチャンスが生まれました。ここでなんとかバッティングで存在感を発揮したいところでしたが、今のところそれは全くうまくいっていない印象です。チェジマンの代役としてのファースト、さらには打席でのアプローチの良さ、出塁能力を買われて開幕戦から1番ファーストでスタメンに名を連ねた筒香選手でしたが、開幕から11打数ノーヒットとスタートダッシュに失敗してしまいます。4月5日のレッドソックス戦の第4打席でようやく今季初ヒットが出ますが、その後もなかなかヒットは続かず、開幕当初は1番だった打順も最近では6番ですとか7番に下がったり、あるいはそもそも試合に出ないということも増えてきています。さすがにバッティングを買われて上位に置いた選手が、現地時間4月19日までの13試合で打率1割6分3厘、ホームランは0で、OPS はわずかに4割2分7厘となると、なかなか我慢して毎日使い続けるのもコンテンダーのレイズとしては厳しいものがありますし、また出塁という点においても、ここまで47打席でフォアボールがわずかに3つと、ここも期待外れとなってしまっていますので、レイズの判断はちょっと攻めることはできないのかなと思ってしまいます。しかし筒香選手も昨年は悔しい1年となってしまいましたが、オフシーズンを超えて MLB への適応を見せてほしいなと今季思っていましたが、まさか昨年以上に苦しんでしまうとは。私が NPB ではベイスターズを応援しているのをご存知の方いらっしゃると思いますけれども、日本時代は彼のバッティングを球場で生で見て、それこそ何度も興奮と言いますか楽しませてもらった身としては、今の MLB での筒香選手の状態はちょっと寂しいですし、 MLB の壁の高さというのも同時に痛感しているところです。昨年当チャンネルでは筒香選手が速いボールへの対応に苦しんでいるという話をしまして、その動画については概要欄に貼っておきますので、まだ見ていないという方はぜひそちらもご覧いただけると嬉しいのですが、今季も昨年から変わらず速球系のボールへの対応に筒香選手苦しんでいます。こちらが今季と昨年の球種別の成績となりますが、ご覧の通り昨年対速球系への打率が1割5分7厘でしたが、今季も現地時間4月19日の時点で1割2分5厘と結果が出ていません。またスタッドキャストでは打球の質を加味した期待打率、期待長打率というのも弾き出していまして、標準の XBA や XSLG と書かれた欄がそれに該当しますが、実際の成績とものすごく乖離があるというわけでもないので、極端に運が悪いというわけでも残念ながらなさそうですね。今季放った7安打のうち93マイル、だいたい150キロを超えるボールから打ったものはわずかに1本で、筒香選手自身変化球とか結構器用に打ったりしますので、その器用さをどうにか速球打ちに応用して今季を迎えてくれることに個人的には期待していたんですが、依然として MLB の速球への対応というところには苦しんでいるようです。そしてもう一つ気になる部分としては、全体的に空振り率が上昇している点ですね。これは速球系に限らず、チェンジアップなど緩急をつけるボールですとか、スライダーなどの変化を伴うボール全てで確認できる傾向でして、バッティングの精度そのものが今のところは昨年よりも少なくとも良くはなっていないということは言えるのかなと思いました。で、速球系のボールへの対応以上に懸念されるのが、強みであるはずのアプローチが悪化している点ですね。筒香選手自身結果を出さなければならない立場であることはおそらくというか間違いなく認識しているでしょうから、とにかく結果を出そうとしているせいか、昨年と比べてスイングの割合が上昇しています。昨年は 39.7%、 今年はここまで 47.2% ですので、昨年よりも積極的な姿勢がうかがえまして、それ自体は悪いことではないと思うんですが、ただ空振り率とそれからストライクゾーン外ボール球にスイングする割合がどちらも今季上昇していまして、空振り率が昨年 23.2% から今季 31.1%、 ゾーン外へのスイング率に至っては昨年から倍近く上昇しています。
甘いボールを振るというよりかは、とにかく何でも振るみたいな感じになってしまっている印象がありますし、もしかしたら焦りという部分もあるのかもしれませんが、ちょっとらしくないバッティングとなってしまっているみたいですね。そのせいか、先ほども少し触れましたが、フォアボールが47打席でわずかに3つ、割合にして 6.4% と昨年の半分以下の水準に落ち込んでいますし、逆に三振率は昨年から10ポイント以上悪化するなど、積極性が完全に裏目に出てしまっています。レイズとしては開幕から筒香選手を1番に据えたのは、とにかく塁にはある程度出ることができる点を期待していたことでしょうから、チームとしてもこの筒香選手のアプローチの悪化というのは想定外だったでしょうね。速球に弱い、さらにはアプローチが悪化気味ということで、今年の筒香選手は速球系のボールでかなりストライクを稼がれてしまっている印象ですね。こちらが筒香選手の速球に対する対応を円グラフとしたもので、左が今年、右が昨年のものとなりますが、顕著な変化としてストライクがオレンジ色なんですが、これが増えているのがパッと見でもお分かりいただけるかと思います。全体的にスイングする割合が高くなっていますので、昨年よりも見逃してストライクとなる割合は減少していますが、代わりに空振りとそれからファールが増えていまして、トータルではストライクの割合が昨年の 50.7% から 54.8% に増加しています。昨年も速いボールに対するファールが多く、仕留めきれていないという話はしましたが、今季も依然として速球系に対するファールが多めで、積極的に振りに行ってはいるものの、やはり昨年同様仕留めきることができず、でさらには空振りも増加しているということで、カウントの面ではなかなか不利な立場に追い込まれているのではないかなと思いましたね。筒香選手の場合、相手投手は投球の6割ぐらいを速球で勝負していますので、打席の中で最も見ることになるであろう球種で苦労している。その球種を仕留めきれず、かつそこでカウントを悪くしてしまうとなると、なかなか打撃成績を持ち上げることはどうしても難しくなってしまいますよね。ちなみに筒香選手は MLB 全体の中でも2ストライク時の投球割合が多い部類の選手に入ります。筒香選手に対して今季218球が投じられていますが、そのうち77球がカウント2ストライクの時に投げられたものでして、割合としては 35.3%、 これは30打席以上としては MLB 全体で10番目に高い数値となっています。ファールが多いからこそ2ストライク時の投球数が多いという側面もあるんでしょうが、打席数に直しても筒香選手は47打席中34打席でカウントが2ストライクとなっていますので、やはり追い込まれた状況のバッティングを強いられる場面が多いのは間違いないかと思います。もちろん2ストライクになったからといって、それがすぐアウトにつながるかといったら必ずしもそうではないと思いますが、やはりどんなに優れたバッターといえど2ストライクで思い通りのバッティングをすることは容易ではないですし、なるべくなら避けたいところですよね。実際2ストライク時の筒香選手の打率は1割6分1厘、シーズン打率とあまり変わりませんので、そんなに苦にしていないのかもしれませんが、そもそもがいいとは言い難い水準ではありますので、カウントを悪くしている弊害はあるんでしょうね。ということで、まだまだ MLB への適応途中である筒香選手ですが、ただ残念ながら筒香選手に残された時間はそう多くはないと考えられています。チェジマンが早ければ5月初旬から中旬ぐらいに復帰予定で、その際にレイズは MLB の26人枠を空ける必要がありますが、現状筒香選手がチェジマンが復帰する際の枠を空ける要因としての候補に入ってしまうかと思われます。先日、タンパベイタイムズでレイズの番記者を務めるマーク・トプキン記者が筒香選手の時間切れが迫っているという記事を出していましたが、その中ではリリースの可能性の他にも、マイナーに落として調整させる可能性、さらにはトレードの可能性についても言及されていました。個人的には筒香選手が今のままですとリリースの可能性が一番高いのかなと感じていまして、もちろんマイナーで自信を取り戻させる可能性もなくはないと思いましたが、一方で今年が契約最終年で、筒香選手の問題の根本を果たしてマイナーで数ヶ月調整してシーズン後半に間に合わせることができるかと言われたら、なかなか厳しい気もしますし、トレードについても今の筒香選手の状態ですとわざわざ見返りを出してまで獲得したい球団も残念ながらいないと思ってしまいます。現在60日の故障者リストに入っていて、40人枠のカウントに含まれていませんが、今後ニック・アンダーソンですとかチャズ・ローが復帰してくる際に40人枠に空きを設ける必要も出てきますので、チームとしてもいつまでも筒香選手を MLB の40人枠に置いておくのも難しいのではないかと思います。そういうことだと、いっそのことリリースが一番手っ取り早いという話になってきそうですが、いずれにしても筒香選手に残された時間はトプキン記者の指摘の通り決して多くはないと思われますので、なんとかチームに残れるだけの活躍をここから見せてほしいですね。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。